さっきも言いました。実は田中さんのね、お父さんの前もそうでした。もう新聞やもテレビでね、田中家は悪人だと、巨悪だってのこの報道がバンバンなされた。で、まあそれとこう重なるんですが、今回その小沢さんは辞任すべきか、これがすべきが57、辞める必要ないが33で、小沢さんの説明は納得できない79と、こういう数字が出てくることどう思います？まさしくメディア主導だと思いますし、そういうことは情報で分かっていたにしても、国民、日本国民はですね、やはり納税者でありまして、冒頭申し上げたような日本の経済の状態の中でね、自分は冷静で落ち着いているという、どれだけ日本人が落ち着いて客観的にこうした数字に惑わされずに判断ができるかということが試されていると思いますし、同時に民主党もですね、試されていると思いますよ。民主党は何が試されるの？民主党もこのことによってやっぱり代表変わった方がいいんじゃないかとかですね、いうふうなこう動きが多分あるんですよね。そういうふうなことは、しないでですね、やはり事実を、ですからファクトがどういうことであるのかということをきちっと納得できるまでですね、自分で自己納得するように落ち着いて、この数字にですね、動かされないようにしている。これが日本人がどれだけそのマチュアであるかどうかということが試されるんだと思いますよ。僕は実はね、ロッキード意見を相当詳しく取材しました。で、明らかにね、検察が、おかしなことをやってるところが何箇所もありました。でも検察は決めたらね、もうひどいことをいろいろやってもね、やっぱり油断しちゃうんですよね。先ほどリークっていうことを言っておられましたけど、本来はこれはですね、官僚ですから守秘義務があるはずですけれども、ところがメディアはどこからじゃこう出たのかというと、情報源の秘匿ということでもって言わない。だけどもその情報だけが無責任な形でお化けのようにこう動き回る。それによってこういうそのなんていうんですか、アンケートの数字が出てくるわけですから、したがって一人一人国民を落ち着いて冷静にですね、自分で判断をしていくというような体制に、こういうことをきっかけにですね、日本人は生まれ変わらなきゃいけないですよ。掘れないですもん、30年以上経ったって。それから先ほど来出てましたけど、他にも何人か与党にもいるという話でしたけど、私一番申し上げたいことは職務権限ということが一番大事だと思うんですね。職務権限あるかどうか、そうです、これ両方ないですね。そうです、まさしく、ですから冒頭献金額の高がどうかと言ったんですが、少なくとも与党というものは予算編成権があるんです。しかもこれだけその内閣の中にも関係のある方たちね、現内閣かつての総理大臣とか、そういう方々がですね、もらっていて、そして返したいという理由は違法性はないけども、道義的責任がある。道義的責任って何のことをおっしゃってるんですか？違法性なかったら黙って持ってればいいじゃないですか。あるいはバレなかったらじゃあ持ってるってことですか？その辺が極めて分かりづらい。彼らは職務権限があるんですよ、与党ですから。そのことをむしろ麻生さんはですね、何を考えてるか伺ってみたいと思う。ちょっと須田さん。はい。職務自民党でそのもらっている人、西松県政の、もちろんその団体からね、中で職務権限ありそうな、ある疑問もある人って言いますか？いや、それは言いますね。例えばどんな人？はい、それを実名であげるのかどうかいいかどうかあれなんですけども、名前言わないにしても、元内大臣だったその時に何ができたっていうこと、例えばという前提条件で言うならばですね、例えば沖縄北方担当大臣が、要するに沖縄県下で行われたその関連の公共事業に関与するということはあり得ると思いますね。その見返りにこう献金が出てきてるのかもしれないという状況です。その大臣がもらってるわけですね。献金をもらったんですね。他にいますか？いや、他にもいくつかありますけども、職務権限、はい、これ郷原さん、この辺はどう考えればいいですか？職務権限があるね、自民党の元大臣には、そのもちろん捜査も何もないと、職務権限も何もない小沢さんだけの人が逮捕されていると、これどう見ればいいですか？同じその政治資金規正法違反、同じ政治資金規正法違反であった場合にどう評価するかという要素としてですね、やはりこう便宜強要的な面があるかないかっていうのは非常に重要な要素になると思いますね。で、何がしかのその、意図目的があるからこそ、献金が行われると考えるのが普通だと思いますけども、何かの目的がある、ただその
野党の、まあ、小沢さんの場合はこの献金のことは自由党の党首ですよね、うん、まだ民主党と一緒になってもいない時期ですよね、ほとんど2003年、ね、2004年ですから、そういった自由党の時代ですね、そういった時代に、どういう便宜供与が公式にできたかっていうと、これ非常に疑問ですよね、うん、それはもう与党とは全然違うと思います。ですから目的っていうのが、まあ、基本的には違う、言ってみればまあその地域における有力者だから邪魔をしないでいてほしいというような、まあ、レベルのですね、うん、趣旨である場合が多いと思います。もう一つね、これ4年前、はい、5年前の事件、はい、どれですか、これ4年前、5年前の事件よね、はい、もともといや、去年です、西松建設のですか、うん、時効だと言ってるのはいつも、政治献金をもらったのは時効だに関わる可能性があるということです ね、はい、で、その時効だと言うけど、時効になるのはさっきも言った700万で、あとの1400万は時効にならない、そういうなんかこのいろんな番組でね、元検察の人がね、時効のためにやったって言ってるの嘘ですね。ただ2100万のうち700万というのは、まあ、かなり大きなウェイトがありますから、700万が時効がかかる前にというのは、まあ、一応理屈としてはありえますよね。高田さん、ちょっといいですか、はい、郷原さんに伺いたいんですけど、先ほどその、まあ、これ虚偽記載ってのは本当に形式犯ですから、非常に軽微な罪ですよね、これ自体はね、うん、でもしかしたら次期総理になるかという人をの秘書を逮捕すると、これ本当にこのまんまでこんなことって、僕はいくら検察でもですね、そんなことって言えないと思うんですよ、うん、でそれだから先ほど先があるんじゃないかというお話ありましたよね、うん、ところがその今のその今さっきの発言だと、その地元の有力者だから邪魔しないでくれという、そこの先があるって話と今のその邪魔しないでくれって話とのちょっとそのギャップを感じるんですが、その先があるとしたら、それはどういう先があり得るんですかね。そこは私にはちょっと想像はつきませんね、どういう先があるのか。ただ今のその表に出てる事件だけでは、これやはりこんな時期には手をつけないだろうということは別の話がある、ちょっとね、田中さんを聞きたい。そのね、まあこれでね、やっぱり小沢代表は辞めるべきだっていうのは 57% ある、説明は納得できないっていうのは 79% ある、ある意味ではね、小沢さんが頑張れば、代表をね頑張るほど、言ってみれば小沢さんにとっても民主党にとっても不利になりますね。まあ、経験にコメントはできません。今分かりません。経験じゃなくて、だから慎重に聞いてるんですよ。いや、慎重に私も答えてますけど、どうですかね。まだ分かりませんね。これっぽっちの日にちとこの数字というものはですね。いや、これっぽっちで辞める必要はない。私は全然辞める必要ないと思います。辞める必要ない。例えば私申し上げたいんですけれども、はい、この種のことってやっぱり政治とお金という本質の問題になるんですよね、うん、でこれも長いことこの抜け穴ができてザル法みたいになっているということですから、私は私なりにこれをこうするべきだという考えがありますけど、政権交代が今起こる、先ほど柿が落ちると言った、うん、この時なんですよ、うん、政権交代によってかなりこのね、政治とお金の問題ってのはクリアになります、透明になる、うん、50年も60年も自民党だけでやってるから30年も同じようなことを繰り返してるわけですよ。ですからそういう視点で国民が落ち着いて、納税者として自分の一番の関心で国を良くするために、生活を平和に良くするためにどうしたらいいかという視点でこういうものを見ないとダメなんです。あのね、お父さんの場合もね、その一回総理大臣を辞めになって、で誰もがね、私も思ってました、田中さんしかいないんだから復権すると、で復権をしようとしてる、その矢先にドーンとロッキー出られたんですよね。でまさにこれも民主党がね、国民のほぼ 90% はね、民主党の政権党と思ってますよね、はい、その矢先にやったと、はい、これ意図なんですかね、検察に。私今今日この本持ってきたんですけどもですね、うん、これも昔から出てるこの CIA っていう本でありますとか、はいはい、まあ、KGB もありますけれどもね、うん。